はい、皆さんこんばんは。おにぎり総合音楽チャンネルのコカです。今日はお家から撮影しています。ハチです。いつも僕が寝ているベッドで寝ています。一緒に寝たりもしています。はい、今日は僕の好きな作曲家、紹介シリーズ第3回かな、ドビッシーの次に好きな作曲家を紹介します。僕がドビッシーの次に好きな作曲家はドビッシーのちょうど先輩にあたる作曲家で、ガブリエル・フォーレという人です。ドビッシーとフォーレはあんまり仲が良くないのでそのあたりの話はしませんが、音楽のねちょっと話をしていきたいと思います。よく僕は転調っていう話をねしてるんですけど、はい、転調よく転調って聞きますよね。転調何、転調って転調じゃないですよ。コンビニの店長とね発音というかイントネーションも違うんでね、あれなんですけど、転調というのはですね、曲のキーが変わることです。でしょっちゅうね子供たちにね聴かせているというか練習してもらっている曲がそもそも転調しているんですけど、まあね、わざわざそれを言っていないので気づかないだけで、あ、これのことかってきっとわかると思います。はい、で転調をですね、巧みに使っている、曲が、フォーレの、シシリエンヌという曲なんですけど、これは唯一僕がまともに練習して、1ヶ月ぐらい本当はねピアニストだったらもっと早くに弾ける曲なんですけど、シシリエンヌという曲があるんですよ。その曲はですね簡単そうに聞こえるんですけど、かなり難しいです。左手がねしょっちゅう転調するんですよ。もう一小節ごとに転調していきます。その様子を撮影、妻に撮影してもらったのでちょっと流したいと思います。1ヶ月ぐらいね、譜読みに時間かかってるんですけど、まあ、下手くそですけどね、僕ピアノ専門じゃないので許して聴いてください。はい、左手に注目して聴いてください。次々と転調していく様子を見てください。いい？ドド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 シラソファ F シャープ、ファ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 ソラ
しのどどどどどどどしだそは次 G これそうねそう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 そらしのれねねねねねねねのしだそラフラットラララララララしどれみみ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 れどしらメジャーララしどれみみ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 れどしらもうちょっとししししどれみのとして知られていますが、最初に作られた時は今とは違う形のものでした。そもそもシチリアーナはある劇作品のために依頼されたものでした。しかしこの時は劇場の倒産によりあえなく未発表となってしまいます。その数年後、どうにかこの曲を世に出したいと思ったフォーレはチェロ曲として出版。そして同じ年に別の劇音楽の中にシチリアーナを取り入れます。その上さらに組曲版にもこの曲を入れました。作品が世に出ると瞬く間に人気となったこの作品、現在ではフルートとピアノで演奏される機会が多くなっています。何度でもいいものはいい、その思いをとことん貫いたからこそ今に伝わる名曲となっているんです。